こんにちは、兄です。今日はですね、なんだかよくわかんなくなっちゃっております。SH フィギュアーツのライドロンを購入して、もうライドロンもね、埋まっちゃっててわかんないよね。この後ろの箱でございます。あれがね、ライドロンなんだけども、あれのね、レビューを作ろうと思ってね、それでブラックと RX 関係のフィギュアーツを全部出そうと思ってね、出してみたらこんなになっちゃって、今どうしていいのかわかんなくなっております。ライドロンのね、中身がどんな感じだか知りたい方は開封動画作ってるので、説明欄のね、リンクの方から飛んでみていただければと思うんですけども、ちょっとね、今現状ここから出すかどうかよくわかんなくなってきちゃったんで、とりあえずそちらで見ていただければと思います。でね、ライドロンお値段1万いくらなんだけども、それのね、価値はありますね。すっごい遊んでて楽しいです。値段がね、この後どういう風に変遷していくのかわかんないんだけども、でも発売されたね、その発売前と発売後では1000円ぐらい安くなってるし、数ヶ月の間ね、ちょっとずつ値段は下がったりするんじゃないかなとは思ってます。ちょっとね、特殊なね、ものなので、もしかしたらどっかを境にね、ガンと上がるかもしれないので、ここら辺はちょっと注意が必要かなとはね、思うんですよね。だから欲しい人は、折り合いがついた値段になったところでね、サクッと買っちゃうのが安心なんじゃないかなと思います。もう欲しい時に買うのが一番なんですよね。安くなったら買おうって言っててね、うまくいけばいいんですけど、うまくいかないとね、すごいことになったりするんで、欲しい人はタイミング見て買った方がいいんじゃないかなと思います。それでレビューをね、作ろうと思ってたんだけども、ちょっとどうしていいかわかんないんで、とりあえずね、今日は一個ずつ今何があるのか、ちょっとね、見て把握していきましょうかね。で、一応僕が持ってるフィギュアーツの、ブラック RX 関係のものはこれで全部なんですけども、持ってないものもあります。で、何を持ってないかっていうと、旧バージョンのバトルホッパーと、あとアクロバッター、この2つはね、ちょっと購入してないので、それ以外全部みたいなね、感じで考えていただければと思います。もし抜け落ちてたらコメント欄で教えていただければと思うんですけど、多分これで全部っていうかね、勝てない2つ入れて全部だったと思います。それでは順番に見ていきましょう。まずは、はい、仮面ライダーブラックでございます。これは2009年に販売された、バージョンなんですけども、一番最初に出たやつですね。これはね、装着変身からの流れなので、やっぱりね、若干おもちゃっぽいところがあるんですけども、でもね、僕はすごい大好きですね。当時ね、これですごい遊びました。で、お値段がね、1830円ってことでね、すごい安かったんですよ。この時はだいたいね、3000円ぐらいでだいたい買えてたんですよね。高くても4000円みたいなね、そんな感じだったと思うんですけども、いい時代ですね。ただクオリティはね、今と比べちゃうとやっぱり劣るので、値段相応って言っちゃえばそうなのかもしれないですしね。今はやっぱりこの値段でね、作れって言われたらそれは無理ですよってありますからね。相当変わってきてますしね。一番最初はね、こんな感じです。次が、よいしょ、仮面ライダーブラック RX でございます。これも同じ時期にね、販売されたものなんですけども、お値段2250円で買ってますね。で、これはね、意外と似てると当時思ってましたね。若干細身ではあるんですけども、それでもね、雰囲気しっかり捉えていて、今でもね、これはよくできているなと思いますね。裏目見ていくとこんな感じで、ちょっとね、股関節周りとかね、この辺がおもちゃっぽさが残ってるんだけども、でも、すごい遊びやすいですね。同じく、ダイキャストの、この部分は軟質になってますね。次は、シャドウムーンですね。これは旧バージョンのシャドウムーンなんですけども、買ったのはね、リニューアル版のブラックが出た時の再販の時に買いました。ずっと買えてなかったんですよ。で、このね、フィギュアーツはすごい思い入れがあるっていうか、大事な、フィギュアで、僕がね、YouTube に初めて動画投稿したのが、この、フィギュアなんですよ。シャドウムーン買ったぜみたいな感じな動画を作った記憶があります。もう今恥ずかしくてね、ちょっと見れないんですよ。ボソボソ喋って、多分ね、テンポもね、すごい悪いので、ちょっと自分では見返せないんですけども、怖くて。だけども、そのね、一歩があったから今があるっていうね、ところなので、
それはそれでね、本当にもうよく頑張ったなと思いますよ。当時のね自分に言いたい、よくね作ったなっていうね、動画編集なんてしたことなかったし、もう YouTube にねその自分が喋ってるものをねアップするっていうね、そこもねちょっと怖かったっていうのはあるんですよね。でもなんかねやってみたくなったんだよね当時。フィギュアーツのねレビューがね全然なかったんですよ当時は。レオンさんがねたまにひょっこり確かね秋葉レンジャーのレビュー作ったりとか、あと他にもね作ってる方いらっしゃったんですけども、ちょっとね自分のその見たいポイントをちゃんと説明してくれてる動画がね全然なくて、ならば自分で作っちまおうみたいなね、そんな感じで始めたっていう感じなんですけども、そして今に至るみたいな今にね至るなんですけども、今ねフィギュアーツのレビューあんまり作っていなくてね本当に申し訳ないんですけども、このね長い時間っていうか2年の間にソフビの魅力にちょっと取りつかれてしまったりとかね、そういうこともありつつ、でもカードフィギュアもね大好きなんで今後もまたねいろいろやっていきたいと思うんですけどもね、とにかくこのシャドームーンのねフィギュアツアー僕の中ではすごい思い出の、あるねフィギュアになっております。次はですねこちらですね、リニューアル版の仮面ライダーブラックなんですけども、2013年に販売されたものですね。すごいね劇中に登場するブラックに近くなったっていうね形で、やっぱり旧バージョンのブラックとはねもう全然違うような感じで、クオリティがねこの辺りからすごいググッと上がった時期ですね。でお値段もねこの辺りからだんだん上がってくるっていうか、いつぐらいから上がってたんだろうなちょっとわかんないけど、でもそれでもねそんなにすごい高かった記憶はないから、まだねギリギリ3000円から4000円の間ぐらいだね、そんな感じな値段だったような気がします。次はこれですね、仮面ライダーブラック RX でございます。これもねリニューアル版ということで、かなりね劇中に近くなったっていう感じなんですけども、本当にねよくできております。で今回ねライドロンの発売とともに再販されているので、今ね普通に量販店とか行けば並んでるんじゃないかな、多分お値段もそんなに高くはないと思うので、ライドロン買う人は持ってなければ一緒に買うべきかなっていう感じでしょうか。裏面はねこんな感じでございますね。はい、いやかっこいいね。で、この後はちょっと2ついっぺんにいっちゃいましょう。はい、ロボライダーとバイオライダーですね。RX の、派生フォームっていうのかな、フォームチェンジみたいな感じなものなんですけども、本当にねこの2人はねもう大好きですね。よくできてますよ。で残念なところはねこの2体ね非常に稼働が悪いんですよ。足が全然ね動きがね悪いくてダメなんですけども、でもねもうそんなのがね吹っ飛ぶぐらいね本当にかっこいいっていうか可愛いっていうかねもう大好きです。ここで一応RX シリーズが終わって、そしてね最後ねびっくりしたのはこれですね。はい、シャドウムーンのリニューアル版、まさかねシャドウムーンもリニューアルするとは思ってなかったので、これが出た時はびっくりしました。でリニューアル版出た時は旧バージョンとそんなね大差なくていらねえんじゃねえかみたいなねそんな声もねチラチラ出てたんですけども、いざね蓋を開けてみたらね全然違ったっていうね、このリニューアル版と旧バージョンがね本当にねびっくりするぐらいね違ってたんですよね。でどう違うのかっていうのは比較動画作ってるので説明欄のねリンクから飛んでいただければと思うんですけども、これはねこれですごい僕は好きなんですけども、やっぱりねこっち側のねリニューアル版の方がその劇中に近いっていうか、やっぱりそのね新規造形っていうだけあってすごいいいんですよね。これを見たからこっち側のシャドウムーンのその弱点っていうかねちょっとおかしかった部分がこう見えたっていう、でもそれがなければこのシャドウムーンでもね僕はすごい満足してたので、だから突き詰めた形がこっちっていうところなんでしょうね。ほんとねよくリニューアル版出したなみたいな感じなんですけども、これで一応あれかな、ライダー系は終わったかな、そんな感じで、端からねバイオライダー、ロボライダー、
RX、 そしてリニューアル版のシャドームーン、リニューアルブラックで、旧バージョンのシャドームーン RX ブラックみたいなね、こんな感じでございます。まあ旧バージョンね、この3つは別にね、まあ買わなきゃいけないようなものではないって言ったらあれなんだけども、現行バージョン持ってれば別にね、そこまで必要性はないと思うので、だからまあこっからこっちですよね。リニューアル版のブラックから1,2,3,4,5体ね、これを持ってればまあほぼね、ブラックの世界をこうフィギュアツでね楽しめるんじゃないかなっていう、そんな感じですかね。そして次乗り物ですね。手で撮るのがあれなんで、こうズームで合わさせてもらいます。はい、バトルホッパーとアクロバッターですね。ブラックのバイクと RX のバイクなんですけども、非常にねデザインが独特なね感じで、すごいいいです。もう大好きですね、バッターな感じがたまらんです。で、旧バージョンがあって、旧バージョンは箱がね銀色になってるんですね。そのさっきの、まあ、ブラックと RX の箱と同じですね。旧バージョンの箱とね、あんな感じになってるんですけど、何が違うのかは僕はね、持ってないのでわかんないんですけど、カラーリングがね、ちょっと違ったりとか、まあ、そういったところみたいですね。あと、触覚があれかな？旧バージョンは軟質なのかな？こっち側のね、新しい方は、両方とも確か硬質なんですよね。だからひっくり返すと折れちゃうので、注意が必要です。ここの後が、ちょっとね、下に戻って、はい、これ行きましょう。ロードセクターです。かっこいいね。今まで全てね、一般販売だったんですけども、ここから先はね、あれですね、玉城商店の限定販売になっております。ロードセクターね、途中から出てくる仮面ライダーブラックのね、2代目のバイクなんですけども、屋根がね、こうついていて、すごい独特な形ですよね。これもかっこいいです。で、これのね、ごめんなさい、弱点はね、この屋根なんですよ。屋根がね、すごいかっこいいんだけど、屋根ついた状態だと、ね、乗っけるのがすごい大変で、触覚折っちゃいそうになったりするから、僕はもう一回チャレンジしてもそこでやめました。旧バージョンの軟質のね、触覚のブラックでこの状態では乗せるみたいな、そんな感じで遊んでおります。いやでもね、この形は本当にね、すごいかっこいいですね。もうね、ブラック RX のね、乗り物は本当にね、特徴があってね、かっこいいんですよ。次ね、あ、裏目行っちゃった。はい、マックジャバーです。マックジャバーもかっこいいね。バイオライダーがね、乗るバイクですね。もうちょっと、虫っぽい感じというか、エビっぽい感じというかね、この辺すごい好きです。そして次が、はい、これも裏目に出しちゃったかな。こちらね、表が、ロボイザーね、ロボライダーが乗るバイクですね。はい、もうこの2台ね、たまらんですね。これも独特なね、デザインですよね。で、この2つも魂ウェブ商店にね、販売されてっていう形です。そして最後、鳥が、隠れて見えなくなっちゃってるんですけど、これですね。はい。ガイドロンでございます。まあね、本当にね、これがね、販売されるとは思いもしなかったですね。うん。もうバイクだけでも大満足だったんだけども、やっぱりね、バイクここまで揃えてたら、ライドロンもね、買うしかないよなっていう感じですよね。はい、フィギュアーツのね、仮面ライダーブラック、ブラック RX の、まあ、持ってるものすべて並べてみたんですけども、いや、結構ありますね。持ってない、そのバトルホッパーとアクロバッターのね、旧バージョンを、まあ、入れると、あと2つバイクがあるんですけども、うん、ね、そこまでちょっと買う気はないんだけども、うん、とりあえず、まあ、コンプするとこんなような感じでございます。で、バイクが5台の車が1台でしょ。で、車に2人乗れるから、今ここにある乗り物で7人乗車できるので、で、持ってるライダー系が8人か、1人乗れないのか、ちょっと残念だな。ね、みんなちょっと乗っけたりとかしてね、この後遊んでいきたいと思います。ちょっとその模様をね、今からはちょっと時間がなくて撮れないので、また改めてね、いつか、乗らせて遊んだりしてるね、動画の方もね、作りたいと思いますので、その時ね、また興味ある方は見ていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。